来たの初めてだね。京都一緒は初めてですね。なんか京都の話はしてるけど初めてだなと思って。京都は初めてってことは、なんか2人で大阪にご飯食べに行ったりとか大阪はあの格闘技の試合を見に。ああ、はい。で毎回もうまず風呂入ってシャワー浴びて体拭く前にまず壁拭いてますからねその女の人の話に戻りますけど、そうするとそのバッグを持たせるような女の人じゃない方がいいですか？いや、持ちたきゃ持っていいんですけど、その持つことによって奥さんもちょっとどうなのみたいに、それちょっとレディーファーストのもう度が過ぎてるじゃないですか。なんかこう、まあ、この流れでいくと僕は絶対持ちませんと言うしかないですけど掃除はでも元から好きなんですよ。そうね、そうなんですよ。あとその飲み屋さんとかでもなんか拭いてる拭いてるねそうなんですよ。だからそれはもう僕のとこだけじゃなくてリリーさんのとこも拭くんですよ。気になるんですよ。でおしぼりとかがこうなんかぐちゃってるね。でも嫌なんですよ。自分のじゃなくてリリーさんのも嫌なんですよ。でもかといって神経質ではないんですよね。神経質だったらそんなあれですよ、森の奥に入っていってなんかトイレがないようなところで仕事をするのとか潔癖症とかだったらそういうことできないと思うんですけど、それは大丈夫なんですよ。あれ、あの家のリモコンとかエアコンのスイッチとかこういうあの机に並べるタイプ、そこで並べるんですよ、ね、全部を並べるんじゃなくてそこにあったらそこで並べるんですよ。集めるというよりは常に平行か直角かにしたい。そう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 、スクエアな状態にしたい。それはやっぱその自分の実体験がすごく多分脚本にっていうか、そのもう反映させていく監督だと思うので、例えばその自分が父親になり実際のお父様と死別をしっていう、そして父をテーマにするっていうのは自分の中ではかなり重いテーマにね、重いというか、あの自分のいる同心円の中で作ってるのは一番強いかもしれない、そういう意識としては。是枝さんの目線で統一されてるじゃないですか。だからなんかこう あちこちいろいろ面白い目線を集めてこないっていうか、よくなんか福山君となんか言うんですけど、はい、すごく闇雲にマスに向けてるものよりもたった一人の人のフィルターを通してるものの方がみんなに届きやすい。偶然仲良くというか連絡って取られてましたっけ、ご両親と。仕事始めてもうすぐ出たので、父親とはあんまり言葉を交わすような関係ではなかったので、まあ母親が病気になってからですね、気になって電話をするようになったのは。叱られてましたか、子供の時って。僕ね、全く叱られたことないんですよ、両親に。それは叱らないご両親だったのか、叱られるようなことをしなかったのか。あのね、叱られるようなことをしなかったんですよね。いい子ですねだってリーさんとか絶対叱られてることばかりしてましたよね俺父親とは3つまでしか一緒に住んでないんですけど、うん、もう俺の記憶の中では何にも悪いことにして理不尽に投げ飛ばされたそうですよな、ね、お小学生の時にあの父親のところに夏休み中だけ父親のところに行けって母親みたいに言われて、おばあちゃんもいたから、うん、ほんで電話が鳴ったんですよ昼間に。でおばあちゃんいなかったから電話が出たんですよ、小学生の俺が、うん、で電話が鳴った時に親父がいないって言えって言うんですよ。小学生の子供いんですよ俺はいないって言えって誰からかかってきたかもわからないので多分観察してるんでしょうね。ほんで俺が電話に出たらお父さんはっていないって言われたって言ったら後ろから親父が俺を飛び蹴りしたうちもじいさんが不動産屋やってて、不動産屋さんの看板だけ引き継いでて実質は何もやってなかったんですけども、うん、電話かかってくると父親から社長は今いないって言えって言われてましたから同じだなんだろうね、このいないって言えっていうことを小学生の時に教わると、うん、やっぱちょっとシニカルな子供になって言いますよね、うん、嘘をつかせるわけですからね、理由も言わずに。しかもそれがうまくできなかった時になんか暴力に訴えられるっていうね、はい、理不尽ですよ、理不尽でしたね。まあ、もちろん僕もそれだけじゃなくその怒られるようなことは叱られるようなことはしてたんですけど、叱られるようなことをしないでほぼ今のままのような穏やかな子供だったんですか。いやいや、そんなにいい人なわけじゃないですよ。ねそんなに父親がコンスタントに真面目に働いてたわけじゃないので、突然こうふっと、普段真面目なのにふっといなくなるタイプだったんで、
こうスナイパーかなんかですか。スパイですよね。自分がしっかりしないと大変だっていう気持ちだったんですよ、子供心に。この母親が必死で働いてたので、こう自分が例えばグレたり悪いことして母親を困らせるっていうのが、その先に何が待ってるかっていうのが結構分かってたんです、子供の頃が。でも男の子はそれあるかもしれないですね。僕ら3人もそうだと思うけど、母親がしっかり働いてる姿を見るとそんなに悪くなれない、見外せないくなるじゃない。僕はやっぱ父親が、まあ、死んだのが17の時だったんですけど、その時ものすごいそういう母親をっていうのもあったんでしょうけど、なんか親父がもう死んだんだから、これからはもう俺たちがこの家をちゃんと守んなきゃいけないんだみたいな。でもそれ僕だけだったみたいなんですよね。兄貴がいるんですけど、兄貴はそうは思わなかったみたいなんですよ。僕だけそう思ったみたいで、で僕の家の向かいに公園があって、公園挟んだ向かいにその道場があったんですけど、そこの道場 の柔道の先生がいつも家の前に車を乗りつけてきてベタ付けするんですよ。別に駐車場でも何でもないのに。でも親父が死んじゃったんで、これは完全にうちが舐められてると親父がいないと思って舐めやがってと思って道場にこうバーッと行って、車どかせとか言ってたの覚えてますもん。頑張って生きてたんだ、頑張って、俺がやんなきゃいけないって頑張ってましたね。なんか俺がやんなきゃみたいな。で兄貴に聞いたら、兄貴はそんなことなんとも思ってないんですよ。ご兄弟はいらっしゃった？姉が2人いるんですよ。結構年の離れた姉が、末っ子の長男なんです。お姉さんが穏やかな映画監督になるか芸になるかどっちかな。お姉さんの2人いるっていうね。ありがとうございました。ありがとうございました。